お願いします。毎日新聞さん、毎日新聞の長田と申します。はい、お願いします。今週すでにお聞きしてますが、はい、小林製薬のベニコーデサプリの問題についてです。国による原因物質の毒性検査が完了しましたが、大阪市の食中毒断定に向けて判断の時期の目処はありますでしょうか。はい、今後ですね、この国の方でプベルさんがですね、その健康被害に関与したと強く推定される、断定ではなく強く推定されるという結果だったと思います。物質 YZ には毒性は確認されないけども、プベルさんに確認強く推定されるということですので、これを受けまして今並行して進めている調査と合わせて10月中旬頃をめどに食中毒の特定ができればというのを今段取りでは考えております。あくまで予定ですが、はい、これと次回その対策本部会議の開催をもって、はい、決定するというプロセスになりそうでしょうか。そうなりますね。ですので、まずは対策本部会議を開催して、で、食中毒の特定をするかどうかの現状を確認した上で食中毒を特定する、その一連のアクションを、目標といいますか、10月中旬を目安に今、協議を進めているところです。関連して回収状況の方、こちらの方はいかがでしょうか。回収状況も19万1000個の回収目標に対してですね、96%、90数パーセントだったと思うんですが、10月上旬でした。失礼しました。回収状況も9割をもう だいぶ近づいてはいます。もうほぼそのちょっとこう緩やかになってきてますけど、引き続き回収を進めたいと思います。次の質問をお送りします。はい、質問と質問のところ、はい、どうぞ。10月上旬に対策本部会議って書いてあるときに、はい、もし発表できる項目としての現状あるのは、先ほどおっしゃっていただいた食中毒の断定というところと、タイミングが合えば廃棄命令を出せればというようなことを考えるのか、他に何かその対策本部会議、なるほど、10月上旬とかに開く場合ですね、こう他に何かトピックというか、今考えられるのか、どこまでできるかですけどね。ただ廃棄命令に関してはおそらくですが、段取りとしては一番最後になるんじゃないかなと思ってます。というのは原因究明やですね、製造工程のどこに原因があったのか、もしくは、原因究明においてその全てが整った上での廃棄命令になるんではないかなと思うので、10月上旬をもって廃棄命令というのは今時点で想定はしてないと認識しています。ただ食中毒の特定に加えて、この間進んでいる調査でどこまでちょっとお伝えできるのかっていうのはこれから協議していきますが、いわゆる製造工程のどの時点でトラブルがあったのかですね、いろいろ検証が進むと、最初の原料があってそこに培養して、でロットの中で培養して、でその後製品化に向かうわけですけども、ロットの中でですね、サンプリングというアクションもありまして、製造途中でサンプリングするときに一度ロットを開けて中のものをサンプリングを抽出してチェックをするんですが、例えばこの工程でもしかして青カビが混入したのか等の、その原因製造工程の中 の原因究明等がもし公表できるものがあれば公表していくことになろうかと思います。従前前もお伝えしましたが、その聞いていた話だと競培養はしないんじゃないかという話でしたが、そのもし紅麹と青カビが競培養環境に あるのであれば、聞いているところによると用意どんで競培養しても競培養されないけども、紅麹を10日間ほど培養した後に青カビを混入した場合はこれ競培養環境が生じてしまうといった話もちょっと聞いていたりですね。そうなると例えば紅麹を作り出したロットの中でサンプリングで開けた時に青カビを混入した場合、競売を環境にやってしまうんじゃないかということも推定されますし、このあたり国の方で、プベルさんが健康被害に影響したということが強く推定されるという結果ですので、今回の結果を受けて製造工程にどこにトラブルがあったのか等も含めて公表できるものは公表していきたいと思います。先ほどおっしゃっていただいた廃棄のところだったんですけど、
はい、先月の対策本部会議だと、まあ、いわゆる回収量がほぼゼロになってから、まあ、大体2週間ほど見てで判断するという話だったかと思いますけど、その回収の判断はするけれども実際に命令を出すのはその判断してすぐではなくて、ちょっと期間を置いて年末とかそういう、ちょっと一回ご確認いただけたらと思います。僕もちょっとあんまり不確かなこと言っちゃダメなんですけど、その回収が全く途絶えてからその2週間程度持って回収に関しては終了とした上で、廃棄命令に関しては一定の調査が進んだ上で、これは廃棄してもいいねとなったら廃棄命令という段取りだったと、すいません認識してるんですけど、念のため確認してください。次の質問をお受けします。はい、関連して定義工事の話を伺います。はい、うん、定価の対策本会議で、まあ、先ほども議員があったと思うんですけども、証書届き場を取って、今12月頃っていうスケジュールが示されたと思うんですけど、そのあたりはまだプラン変更とかも。直近で開いた対策本部会議から大きく何かスケジュールが変わっているという認識はちょっと今私は持ってなかったので、前回を示したスケジュールで進んでいるという認識です。ちょっと多少の前後あるかもしれないですけど、死亡事例だったりとか、そういった調査では進展はどうですか。死亡事例もね、やっぱりちょっとですが増えていったりしてまして、増えるたびにまた調査をしてるんですけども、8割9割もう メンバーしっかり大変こう調査先が服装したり、大変な調査ですけど鋭意進めてくれてます。この辺 の調査状況も本部会議を開いたら当然合わせて報告することになろうと思います。はい、